見る見ましょうか、もう早速ね。大丈夫まだ若いからって言われてすごいムカつく一目惚れ、マジ。私にだけ話してくれる秘密の話、そう、チャックが開いてる。嫌な先輩に飲み誘われた時の返事の仕方だもん。取り合いになっちゃったりして、衝撃的な映像多いね。え、ね、みんな泣いちゃうんだけど何。私はガンになったことがあります、泣いたりしてる時間よりも楽しい時間を増やさなきゃって。私たち共通点があるじゃん、その卵子凍結をしてるっていうので、あなたにとって結婚とは何ですか。3回目の結婚したいですとか、軽くは全然ない。よし、勇気出すか。感動した、すごいと思いました。人として成長したい、なんで出会ってしまったんだろう、みんなと。この人とだったら何でも超えられそうな気がするなって。